今回の動画では8章と同時期に実装されるオペレーター、みんなで頑張ろう。前衛オペレータージャッキーの紹介および解説を行っていきます。はじめまして、ドクター。新人オペレーターのジャッキーだよ。前はクルビアで補助警察をやってたんだ。これから仲良くやろうね。ジャッキーはロドスを訪れる前はクルビアにて補助警官を行っていた人物で、ポリパシーに感染後ロドスに治療目的で加入し、現在は父の同意を得て前衛オペレーターとしての活動を行っています。なお補助警察とは実際にも各国にて存在している制度であり、どれだけの権限を持つかは国によってまちまちではありますが、多くは近所のパトロールや交通整理、催し物を円滑に進めるための警備といった危険度がそれほど高くはないことを行うことが多いようです。州を携帯できるのかや給料が発生するのかも各国によって様々で、実質的にはボランティアというところも多い様子。なお、ジャッキーは警察官である父に憧れて補助警察になったという経緯があります。性格は非常に明るく前向きであり、他者にも優しくすることができるため多くのオペレーターから愛されており、特に年上のオペレーターたちからはまるで妹や娘のように可愛がられているとのこと。また感染者となる前も感染者に対して敵意などは持たずに同じ人として接することができていたので、ロドスへの加入の際も他の人たちが直面しやすい疑心暗鬼や自身が感染者になったことによる自己嫌悪もなく、すんなりとロドスの生活に馴染めていたようです。この感染者を差別せず同じ人として見るという考え方はジャッキーの父親も同じであり、ジャッキーの心優しい性格は父親譲りなのでしょう。そんな十二分に父親から愛情を注がれたジャッキーですが、母親はジャッキーを産んだ際に亡くなっており、ジャッキーは父親の手一つで育てられました。それもジャッキーが父親をとても尊敬している理由の一つなのかもしれません。いずれにせよ、ジャッキーとジャッキーの父親はテラの世界ではかなり珍しい。相手がどんな事情を持っていようとも差別をせずに相手をすることができる非常に優しい人物と言えます。なお、ジャッキーが腰付近につけている拳銃ですが、これは模造品というわけではなく立派なアーツユニットであり、ロドスのエンジニア部門が製作したものとなっています。正式名称は PT29 10型アーツユニットで、感染者は本来自身の体内にある原石を媒介としアーツを発動することができるため、アーツユニットを必要とはしていません。ただアーツユニットを介さずに使用するアーツはポリパシーの進行速度を悪化させてしまう可能性があるということや、そもそもジャッキーのような軽度感染者だった場合は体内の原石成分が足りず扱うことができるアーツの威力が低いものとなってしまうなどのことから、ロドスはアーツを使う人たちにはアーツユニットの配布を行っています。ジャッキーも先述したように10型のアーツユニットを所持しているのですが、残念ながらジャッキーはアーツの成績は決していいものではありません。つまりアーツで拳銃を動かすくらいならば拳で相手を殴った方が早いというわけです。ではなぜジャッキーが10型のアーツユニットを所持しているかというと、これはあくまでも補助警官時代の癖で装備しているだけであり、特に深い理由などはないようです。またジャッキーはアーツのことにもそれほど興味はないとのことなので、おそらくこの拳銃が実際に使われることはジャッキーが持っている限りはほぼ訪れることはないでしょう。ジャッキーのモチーフとなっている生物はコードネームや耳の形、全体的なイメージカラーからジャック・ラッセルテリアのスムースかと思われます。ジャック・ラッセルテリアはキツネ狩りのために交配で生み出された犬種であり、もともとは体高の高かった犬ではあったのですが、室内で飼いやすくするために徐々に体高が小さくなっていき、現在の姿となっています。性格は狩猟犬時代のものを色濃く残しており、活発で好奇心が強く頑固で負けず嫌い、吠え癖があることもあるので、きちんとしつけをしてやる必要がある犬種でもあります。ただ賢い犬種でもあるので、飼い主のことをリーダーであるということさえ理解させれば飼い主の良きパートナーになってくれるようです。なおスムースとは毛の長さのことを表しており、ジャック・ラッセルテリアにはスムース、ブロークン、ラフの3種類がいます。ラフが最も毛が長く、スムースが最も短く、ブロークンは長い毛と短い毛が両方生えているようです。ロドスでの生活っていろいろ
勉強になるね。いつか父さんにだって追いつけるかもしれない。これからも頑張るから、いろいろ教えてね、ドクター。ジャッキーはインドラやフリントと同じ攻撃速度が非常に速い単体型の前衛オペレーターで、他のラッシュタイプの単体前衛と比べると回避に特化した性能となっています。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは同じレアリティである B ハンターと全く同じ数値となっており、特に目立った点はなく平均的なものとなっています。 HP や攻撃力などのステータスは同じレアリティである B ハンターと比べると攻撃力が高く、 HP と防御力は低くなっており、やや耐久力はジャッキーの方が低くなっています。ただジャッキーは攻術する素質によって常時物理回避を所持しているので、実際の運用の際はジャッキーの方が耐久力があるように感じるかもしれません。なおレアリティが上となるインドラやフリントと比べると、どの数値もジャッキーの方が低くはなっているので、レアリティ相応のステータスになっていると言えます。素質極速回避はジャッキーに常に一定の物理回避を付与し、回避が成功した場合ジャッキーの攻撃速度を5秒間最大プラス10にするというスキル。ジャッキーはもともとの攻撃速度がかなり速いため、攻撃速度が強化されたとしても大きな恩恵を受けるということはありません。ただこれはあくまでも通常時の話であり、攻術するスキル2の際は攻撃速度が重要な要素となるため無駄になるということはありません。なお物理回避に関しては上位互換として F イーターが物理回避 40% を常時発動しているため、やや性能としては劣ってしまっています。ただこれ以上高い回避率にしてしまうと、スキル発動時に凄まじい物理回避を見せることとなるので、ある意味ではここが一つの限界なのかもしれません。素質強化による効果はコストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス21、素質強化コストマイナス1となっており、平均的な潜在強化内容となっています。ジャッキーは前衛の中でも特に配置コストが低いタイプのオペレーターとなっており、先方並みの速度で初動配置することが可能です。そのためコストが減少するということは初動の動きに大きな影響を与えるので、ジャッキーを運用するのであれば可能な限り貫突することが好ましくなっています。ただジャッキーは限定スカウトにて実装されるオペレーターとなっており、ピックアップもされるため、人によってはいつの間にか貫突していたということも少なくはありません。また今後入手できるタイミングは星4ということからいくつもあるので、印を使ってまで貫突を目指す必要はないでしょう。スキル1、パンチしてやるは SP が溜まった状態での次の攻撃の攻撃力を強化するというもので、いわゆる強撃系に分類されるスキルとなっています。この手のスキルは攻撃力を強化するバフで威力を強化するよりも、チェーンやリスカムといった SP ブースト系のオペレーターと組み合わせ、スキルの発動サイクルを早めることで総合的な火力は高くなります。ジャッキーのスキル1に関してもその例には漏れておらず、このスキルを運用するのであれば基本的には SP ブースト系と組み合わせることをお勧めします。スキル1の火力と他の単体前衛オペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、火力という面で見ればフリントのスキルを上回り、インドラのスキルを下回っています。DPS はというと、フリントよりかは下回り、インドラを上回るという数値にはなっていますが、これはあくまでも、それぞれのオペレーターが素質の効果によって、攻撃力や攻撃速度が上昇した状態のものとなっているので、素質が発動していない状態なのであれば、ジャッキーの DPS が最も高いものとなります。そのため、回避によって攻撃力が大きく上昇するインドラや、ブロックしていない状態であれば常時敵に与えるダメージが上昇するフリントと比べると爆発力はありませんが、良くも悪くも素質によって DPS が劇的に変化するということはないので、安定した火力を繰り出し続けることができるのがジャッキーのスキル1の特徴であり、大きなメリットと言えるでしょう。総じて至って平均的な強撃系に収まったスキルとなっているため、固有スキルではありますが特にこれといった特徴がないスキルです。スキル2と比べると安定した火力を出し続けることができるのが売りではありますが、ジャッキーの最大の特徴である物理回避を活かしていると言えるスキルではないため、わざわざこのスキルを使用する必要があるのかはかなり疑問が残ります。以上のことや特化に必要となる素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7で据え置いてしまってもいいでしょう。
ジルに全神経集中は、ジャッキーは攻撃を停止する代わりに、素質による物理回避とは別に、追加で最大 70% の物理回避を獲得。攻撃を回避した時、敵に対して最大攻撃力の 160% の物理ダメージを相手に与えるというものになっています。なお、このカウンター攻撃は攻撃速度の最小 50% 未満にはならないため、極端な話をすれば、毎フレームごとに攻撃を行うということが起こりません。このスキルは端的に言うと、カウンター攻撃に特化した性能となるため、攻撃というよりかは回避に重点を置いたものとなっています。回避確率は、昇進2であればスキルレベル7の時点で 72%、特化3であれば 79% となるため、なかなかの回避率を誇っています。なお、回避率は加算ではなく乗算となるため、100% になることはありません。いくら回避バフを追加しようとも、限りなく 100% に近づかせることは可能ですが、数値上は 99% で打ち止めとなってしまいます。スキル2の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、スキル DPS は2000を超え、総ダメージも3万1000を超える数値となっています。ただこれはあくまでも反撃が最小間隔で発動した時のものであり、実際の DPS や総ダメージはこの数値には遠く及びません。確率での反撃のため結局は運にはなってしまいますが、体感としてはおおよそこれの5分の1から6分の1程度が実際に敵に与えることができるダメージでしょう。そもそも発動のトリガーが敵から攻撃を受けるというものになっている関係上、火力としてはかなり厳しいものになると言わざるを得ません。総じて火力よりも強力な単体の敵からの攻撃を回避することが主な役割になるスキルといえ、火力に関してはあくまでも付加価値的なものとなっています。いわば限定的な回避立てというのがこのスキルの本質になっていると言えるでしょう。ブロック数が増加してくれればもう少し応用もできそうなスキルではあるのですが、以上のことや特化に必要となる素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7で据え置いてしまってもいいでしょう。ジャッキーの基地スキルは宿舎のものと応接室のものが存在しており、宿舎に関する基地スキルはジャッキーを宿舎に配置時自身の体力回復速度と同じ宿舎に配置されているオペレーター全員の回復速度を上昇させるというもので、どちらも最高数値ではないものの高い性能を誇ったものとなっています。一方の応接室に関するスキルは手がかり捜索速度をプラス20するという至って平均的なものとなっており、全く同じ効果の基地スキルを白雪やメイ、ロープが初期から所持しているため、このスキルのために昇進させる意味合いはかなり薄くなってしまっています。以上のことから、ジャッキーを基地スキルのために昇進させる必要性は、現状応接室の基地スキルが充実しているドクターなのであればないでしょう。それでは、実際にジャッキーを使用していきます。今回使用するステージは CB7。ジャッキーのステータスは昇進1のレベル60、スキル2のスキルレベルは7となります。安心して行ってらっしゃい。さっさと片付けるぞ。このように剣闘士のような攻撃速度が速い相手であれば、カウンターが発動するチャンスも多くなるので、敵の防御力がそれほど高くはないのであれば、コストから見ればかなりの火力と耐久力を持ち合わせたスキルとなっています。おバカさんたち、僕が相手だよ。ちょっとからかってあげようっと。ロックンロール。ただ一瞬です。こんなの悲しいです。ここからは。なお、カウンターは遠距離攻撃に対しても発動するため、ジャッキーの攻撃範囲に敵がいるのであれば、たとえ近距離にいる敵が攻撃してこなくても発動します。なので遠距離攻撃の敵が多い場合でも火力は増加することとなります。あなたは私がお守りします。
苦しみを忘れたことはありません。アップルパイ、ウォーミングアップ完了。2円のスキル3を用いればブロック数が増加し、近接攻撃の敵からも攻撃を受ける回数が多くなるのでカウンターの回数も増加します。ただ当然ダメージを受ける回数も多くなり、倒されやすくもなるので回復などでケアをしてやる必要があります。大半の敵は2円のスキルによる防御力上昇によってダメージを大幅に軽減できるでしょうが、気をつけて行動しますね。バラーテ、火事には気をつけてください。ドクター、僕の番。皆さんご無事ですか？私にできることはありますか？ジャッキーはこれまでのラッシュタイプの単体前衛と比べるとより回避に特化した性能となっており、特にスキルには最大まで強化をすれば約 80% の確率で敵の攻撃を回避してくれます。そのため一撃が重いけれども攻撃速度が遅いというような敵に対しては回避盾のような運用が可能でしょう。一方で火力面は特にスキルにはかなり控えめとなっており、ブロック数が1ということも相まって頻繁に抜けが発生してしまいます。そのためあくまでも敵一体に絞り込んで回避をしていくということが重要であり、かなり扱いが難しいオペレーターです。正直なところで言えば力不足感は否めません。ブロック数が増加したり優先してジャッキーに敵の攻撃が向かうなどの効果があればよかったのですが、性能面でジャッキーを評価するのであれば育成は余裕ができてからでいいでしょう。以上でジャッキーの紹介および解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。実は僕がロドスに来たのは父さんのアドバイスのおかげなんだ。ここでオリパシーの治療ができるって知ってからずっと派遣申請を出すように勧めてくれてたの。父さんと離れるのはちょっと嫌だったけど、僕が健康に暮らすのが父さんにとって一番嬉しいことだって分かってたから。